はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。あたい、サナエです。はい、鬼ランク、もう一つ上のランクが解放されたわ。そろそろ普通に強くなってきそうだぜ。ベトベトン、こんなところに出るんか。確かに、他に出るところないからか。はい、次はいつもの、やっぱり開幕大車輪は効果的か。まあ、クラッチャーアース。お、インファイト頑張れ、お礼。私もインファイトしますよ。それは果たしてインファイトかのか。やばい、ダメージが8割削れる。あ、まずい。それ押し付けられるんじゃない？ギリギリセーフ。マリサ、その帽子にいつまでもこだわってるから。そう言ったら死んじゃいましたよ。一人だけレベル2の防具だし、レベルもそこまで高いわけじゃないし。おー、危ない。ほんとこのヘドロあると戦いにくい。動きにくい、ハンマーは特にきつい。で、これなんか嫌な予感する。うん。あ、危ない。じゃあ、こらー、こっちを向け、こっちを。回復回復。その前にマリサ生き返らせてやって。あ、そっか、もう値起こすもん。ごめんね。こらー、起きろマリサ。危ない危ない。正直あれはもう間に合わないんだぜ。それは少しある。で、また来るなこれ。そうそう、呼び動作、呼び動。まあ、サナエはある程度仕方ないでよ。こらー、お前もかサナエ。ちょっと流れ悪いわね。早く大車輪して体力削らないと。正直ヘドロの残りカスで半分削れるのはきつい。で、帰ってくるんかー。やめろ、ヘドロかけるな、ヘドロ。しゃがめしゃがめ。サナエがいないとだいぶ安定感がなくなる。こらー、起きろ。私が行く必要はなかったわね。よし、当たった。止まったぜ。危ない危ない、回復しないと。上に鬼殺しが入っていくー。ほらー、銃で止めるとビームが少し当たりにくいな。でも研究所は当たりやすい。まあ、地上でも当たるでしょ、それ。けどまだ半分も行ってないぜ。そろそろ行かないと時間的にまずい。ちょっと遠かった。このウォーターの時攻撃がとても辛い。よし、これで行けたぜ。オーナイスよ。正直こいつハンマー立ち回りがきついから、みんな頑張って。へぇ、引っ返すな。あ、うおぉ、あぶね。こいつこんな機動力あったかしら。あたいの経験を食らえ。あ、ラストシュート来るわよ。うわ、気持ち悪、打たないからガードしたくない。アホか、お前は身を挺してガードしろ。なんだと。危ない、しゃがむ。タイムビームのせいで挙動がわからん。私のせいかよ。うん、はぁ、私は石板ゲットしたおかげで無傷だったけどね。おい、サナエ、攻撃より回復だ、お前は。あ、そうでした。体力の管理はあんたの仕事よ。あ、もう一段階いけましたね、これ。うん、まあ石板回収してからだぜ。よし、ゲット。いいわね、ナイスタイミングよ。よーし、あう、おーい。いや、これはあれだわ、ラグだよラグ。マジかよ。まあ、マリサとアホがパーフェクト取ったから十分でしょう。誰がアホだ。ほらー、大喝采。もう一回時間止めれるかな、これ。怒涛の大車輪を決めていきまーす。チャージするぞチャージ。ほらー、いい薬です。で、違う、自分だけの遺伝じゃねえよ。いや、これは不可抗力です。いいわね、これでだいぶ赤くなってきたわ。あ、立ち直ったぜ。チャージ、研究所ガード。危ない危ない。痛い。この下にある残りカス以上な威力あるんだけど、十分メインウェゾンに匹敵するだ。やばい、エリアスラックでなかった。ガードダメージからの残りヘドロで死ぬのはエグいわ。あ、また来るわよ、ダストシュート。お、危ない危ない。弾幕は壊すもの、少ない体力で無理するから。神聖なヒッティングエリアがヘドロ。あ、やばい、さすがに私とこの体力のチルノじゃまずい。この死体はお前なんかにやらないぞ。よし、チルノそのままガードしろ。私がここで。あり、復活復活。おー、危ねえ。ちょっとの下のヘドロがやばい。仕方ないな、お前ら。全部値が復活させてやるぞ。ガードしとけっつったのによ。そこまで人数か。私だけ復活早いわね。よし、だいぶ持ち直したぜ。なんだこの結界。全然回復しないぞ。あんたの体力バケモンなんて時間かかります。で、危ない。うおー。回復しないと。ほらー。で、危ない。チュースしてる場合じゃなかったわ。で、しゃがめばいいのに。悪かったわね。もう大丈夫ですよね。あ、うおー、よし、ギリギリセーフ。結界早くよ。今のはきつい。本当に逃げたところ逃さず対空攻撃してきますよね。マリサは早く復活させないと。よし、今がチャンス。チルノガードしろよ。ガードしとけよ、チルノガード。おーい、丸ごと持っていかれた。もう値が復活させる。そういう問題じゃねえ。あ、危ない、復活成功。お、隣がすげえことになってる。もう時間ないぞこれ。おら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 、そこだけ起こせられないだろ。危ねえ。よし、どんどんそっちに行きなさい。やめろ、あたいバリアー。大車輪。よーし、ポイズンボロス撃破。かなりきつい戦いだったぜ。私忘れないでください。いっちゃあね、忘れてないわよ。まあ、残り時間少ないところにあんなところ居座られちゃ復活できないぜ。そうそう。はい、ベトベトン苦戦したけど、次はこいつ行きましょうか。ザンキブル、とうとうあの魔法帽子に別れを告げたぜ。だいぶ印象変わったわね。私もゴールド装備にしました。これだけ装備揃えればさっきみたいに苦戦しないでしょう。ほんとか。
まあこいつは大車輪で大丈夫じゃなかったわねー。いきなりタックルしてきました。いやー、帰るなー。けどこいつは予備動作が大きいから大車輪で痛い。いやー、あ、そうだこいつタックルスピードはめちゃくちゃ速かったな。こいつといえばもうすでにタックルでしょうが、しかしグリグリハンマー便利。レイムさん前と違ってダメージあまり受けてません。あー、まあ過信はするな。よー、湿気だらけだぞー、カブトマン。攻撃に切り替える余裕もありそうです。超高火力の大車輪が決まっていくー。そっちでわちゃわちゃやってるからビームがめっちゃ決めやすいぜ。危ない危ない。あたいバリアー。あぶらー。よし止まったぜ。ナイス。その前に一旦回復しよっと。炎が効果抜群そう。鋼タイプみたいだけどな。よーし、鬼殺しもしまりー。上手の攻撃もカバーしていくぜ。炎がよく出ますねー。さ、おらー。よーし。超火力。くっそこっちよりなカブトマン。よーし。やめろ。なんかこの時間にめちゃくちゃダメージ受けてる奴がいるぞ。まだもう一セット時間止めれるかな。これは当分回復する必要なさそうです。あれ？あ、危ない。よーし。こっち投げるなカブトマン。危ない。よう、石板回避したぜ。もう今回はノリに乗ってるわね。グリグリハンマーでカッターを回避していく。タックルも回避して。無理だったぜ。くっそ、全速力ダッシュなら抜けてたわ。まあもう石板決めようぜ、メテオ。誰ですか？ちょっと待って、殴れるときは殴るわ。よし、これぐらいでいいかな。はい、石板ゲット。あぶね、投げ倒されるところでしたね。はい。ちょっとずれたな。まあこいつなら大丈夫でしょう。パーフェクト。よし、これのメテオからの気絶タイムでフルボッコにしてしまいましょう。せー。粉砕。よし、もう時間止めていくぜ。その風と粉々にしてやろうか。チャージ。はい、どうぞ。ほれー。ほらー。もうここまで武器も変えて、殴ってるんだからそろそろやられませんかねー。倒れるまで延々とタコ殴りにしていくだけよ。見なさい。この超火力大車輪ぶっ破で奴のライフはゴリゴリ削れる。効果は切れたぜ。でも大車輪は続けていくー。はい、オッケー。こいつはタコ殴りにして終わりましたね。イエーイ、値最強。やっぱな、マジかよ。思いっきり私がやったと思ってたわ。はい、カブトマンは無事撃破して、今度は行きましょうか、ラージローパー。え、ローパー？うん、ラージローパー。ローバーじゃなかったのか。なんだと？パーローじゃなくてパーローだったのか。うん、そう、私も途中で気づいた。まあこいつなら楽勝だもんさ。今更だけど月が綺麗。そうね、また出たない空間。ノーマルい空間か。はい、開幕飛びついている。危ない。グリグリハンマー。おそれ、こいつには超便利だぜ。じゃあ、マイル。連続できましたね。ついたい。そのシネットぶつかってくるのが一番辛い。ここはまだ当たらないよな。おらー、こい。返り討ちにしてやるぞー。弾幕は壊すもの。放送してくれたら助かるぜ。もう少しみんなダメージ受けてくれないかな。暇ならお薬ぶっかけとけ、お薬を。はい、絶妙な間合いで大車輪が決まっていくー。あともう少し。あと少しで溜まるんだぜ。おー、危ねー。いいわねー。なかなか順調にローパーを翻弄してるよ。じゃあ、痛い。こっちには届かない届かない。やばい。さない、早く回復して回復。今やってます。よし、来い。これでいいかな。下に降りてこいよ。おー、危ねー。よし、ナイスバリアよ。おー、助かったこれは。はい、回復してからの鬼殺しが入っていく。隣に電気ドリンク置いてあるか。まあ後でいいでしょう、後で。おらー。こっちを粉砕するのが先よ。で、やばい。間に合え。よし、電気ドリンクゲット。だいぶいいペースでボコボコにしてると思うんだが。そう、回転切りに無敵よこせ。そういえば消えたわよね。ゆずさんとお前。大車輪大車輪。おらー。イエーイ、あたい最強。この隙に鬼殺しためまーす。あたいもためまーす。おらー、くらえー。よし、ナイスポジション。で、危ない危ない。よし、そのままガードしてくれてるの。いいわねー、連携取れてるわ、地味に。あっぶねー。そういえばあんな動きしてたわね、確かに。全然知らないんですが、研究所研究所。よし、このまま下に降りてくれれば。大丈夫？くらえ。そしてガードガード。あともう一発お願いよ。おらー。じゃあーす。グリグリハンマーの有効ねー。よし、で、危ないよー。あ。チルのバリアーからはみ出てしまったな。私は大車輪ぶっ破するから、マリサ復活お願い。オッケーオッケー。すぐ切り返してくるとは。うん、あれは私も冬を疲れた。けどもう石板全部出てきたわね。回復回復。で、危ない。終わり際注意しろよ、それ。反省します。石板ゲット。はぁ？はぁ？よーし、私も、弾幕から逃れるいいタイミングだぜ。はい。はい、来ましたわ。よーし。まあ。最強。だこれ、パーフェクト2つはでかい。よーし、くらえ。おらー。大喝采。こっからまた時間を止めていくぜ。怒涛の大車輪ぶっ破入りまーす。研究所も研究所も。と思ったがメーターまだ足りないな、これ。はい、無心の大車輪、無心の大車輪。おらー。3発当たらないかな。下からの研究所。もうダメージの数字が大きくて相手がよく見えない。あともう1発当てれば止めれるか。
おー危ない危ない、どうしよう、もうワンセット来るかな、よー、えぐいえぐいえぐい、グッと外れた、ガードしてても体力が飛び越え削れていきましたね。でも大車輪回復してください。その瞬間移動が一番辛い、よし少し回復、上から来るぞ気をつけろ、だよーし、これは来たわ、あともう少しですしね、もうこれで決めれるぜ、ほらよーし、ラージローパーゲッター、無事クリアできたぜ。おー、私だったぜ、マジかよ、最強の値かとも思った、まあ金メダルですよ。はい、というわけで今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。はい、こっちにも取り入れるわよ。それじゃあマリサお願い、見てくれてありがとうだぜ。もしよければ星のカービィのエクストラモードも見てくれたら嬉しいんだぜ。もう内容も人数も全てにおいてカオスだからね。あとチャンネル登録な、チャンネル登録まずそれをしてからだぜ。さすがマリサ傍若無人、私もプレイしてるのよ。そうよそうよ、それじゃあ次回もよろしくな。ご視聴ありがとうございました。